インド哲学は哲学の中でもインドを中心に発達した哲学で特に古代インドを起源にするものを言う。インドでは宗教と哲学の境目がほとんどなくインド哲学の元になる書物は宗教聖典でもある。インドの宗教にも哲学的でない範囲も広くあるのでインドの宗教が全てインド哲学であるわけではない。しかし、 伝統的に宗教的な人々は哲学的な議論をしてその宗教性を磨いている伝統がある。古来の伝統と思われる宗教会議が現在も各地で頻繁に行われている様子で会議では時には宗派を別にする著名な人々が宗教的な議論を行う。これは数万人の監修を前にして行われることもあり白熱した議論が数日にかけて 勝敗が明らかになるまで行われることもある。この場合、判定をする人物がいるわけではなく、議論をする当人が議論の成り行きを見て、自らの負けを認める形をとるようである。インドの宗教、哲学は、このような伝統の中で磨かれたものと思われる。インド哲学の研究、特に、インド仏教学では、第二次世界大戦前にはドイツがリードしていたが、 現代では日本の学会が世界の研究をリードしている。マハービーラ、シャカ、ガウダパーダ、シャンカラ、ラーマーナンダ、マーダバ、バルラバ、カビール、ナーナク、ラーマクリッシュナ、ビベーカーナンダ、オーロビンドゴーシュ、タゴールアーリアサマージ、ブラフもサマージ。ありがとうございます。